はごゆっくりお楽しみください。スターバックス新作ラテミルクバターミルクスコッチラテとストロベリーのマスカルポーネケーキを食べたいと思います、うん、ホリデー第2弾ですね。バターキャラメルスコッチ、うん、甘いのか苦いのかどっちなんでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。ラテも気になりますけど、まずは甘酸っぱいであろうケーキから、ホロホロと上が崩れていきますね。ではいただきます。ごちそうさまでした。最初に食べたラズベリーストロベリーのラズベリーマスカルポーネケーキはマスカルポーネのさっぱりとした酸味とストロベリーの甘酸っぱさが結構口の中で広がってきてすっきりと出ました。上のポロポロとの崩れる生地が少し食べづらいのが残念でした。ポロポロと崩れるよりはきちっと固まっていた方が食べやすくてよかったかなと思います。でこちらのバターキャラメルラテはなんかキャラミルフィーユの生地やキャラメルが乗ってるのは上の方だけど下は苦くてすっきりと目覚められるラテでしたね。なのでキャラメルの甘さが好きな場合は少し物足りないかもしれません。反対にサクサクとした食感がお好きなのであれば飲んでみてもいいかもしれないですね。というわけで今回食べたこちらのストロベリーのマスカルポーネケーキとこちらのバターキャラメルラテは美味しいんですけどどちらもちょっと惜しい部分があるかなということで両方とも4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。